Hey guys, it's Leo. Welcome back to my channel. Excuse me? 皆さんこんにちは。KemushiChan のLoretta です。今日は特別なゲストを連れてきました。連れてこられました。りょうちゃん。はい、皆さんこんにちは。芋虫チャンネルのりょうです。History of Japan っていうすごいバズった動画。バズったね。あれ、私の中でバズったけど、多分あれの動画自体がバズってる。その動画自体はもう1年前のやつ、前ぐらい。多分2、3年ぐらい。もっともっと前かも。そう、もっと前からバズってて、うんうんうん、でなんか普通になぜか今年で Japanese reacts to、ね、Japanese history みたいな動画が流行ってて、うん、でその中でりょうちゃんが出てる。そう。っていうのを見て、すごいもう詳しく、この歴史はこういうもんですよ。だから Who is this crazy 天才、もう天才天才じゃない、ただクレイジーだってば。この人すごいなって思って、ね、チャンネル見たら、あの Tan What's it like being tan in Japan っていう、なんかすごい興味深いコンテンツの連続、ね、うん、ちょっと惚れちゃった。それで変態に惚れちゃった。惚れちゃった。それじゃあ変態に引っかかりました。こんな素敵なりょうちゃんみんなにもシェアしたいなと思って、シェアされます。動画を撮影してます。はい。あの日本語の勉強も兼ねて、うん、Let's ね、just girl talk。 じゃありょうちゃん、はい、自己紹介してください。まず自己紹介、はい、何、身長は181センチです。で、りょうちゃんでいい、りょうちゃんでいいよ。りょうちゃんでもいいし、りょうでもいいし、うん、りょうちゃんの方がでも嬉しいかな。で、あと、なんでしょう、生年月日。そこまでいかない。First question. Okay. Do you actually speak Japanese? Yeah. 日本語はめっちゃ話します。ちなみに、関西弁を話します。教えて。関西弁、うん、後でね。うん、分かった。そのつながり言っちゃっていい、うん、何、あの私の留学先のあれ。あ、そうね、うん、いいよ、いいよ、いいよ、説明して。そう、実は私は京都生まれ、京都育ちなんですが、まさかのロレッタちゃんも京都のすごいなんかこう近い、近しいところにあのいたっていう、そうそうそう、びっくりがあって、な、あれは2010年だったか、もしかして10年前すれ違い知ってたかもしれへんよ。もしかしたら、いや本当わからんへんけど。そう、その歴史もあったね。Our history。じゃあこれいろいろ教えてください。はい、考えずにそのまま。うん。りょうちゃんの一番好きな英語の言葉何ですか？うん、英語の好きな言葉は Howdy。Howdy。方言か。運が好き。方言みたいなのはすごいなんか覚えてる。Howdy。Howdy。ごめんなさい。その、うん、京都のルーツあるのに、うん、やっぱり関西弁全く喋れなくて。関西弁はきついよ。なんかこの間の動画でもあったけど、うん、なんか10年間に住んでからにしてくださいみたいな、うん、イントネーションまでできてないんだけど。大阪弁は10年住んでからにしや。かわいい。ほかすって意味わかる？ほかす？ほかすは捨てるって意味。ゴミをほかす。ゴミを捨てるって意味でも、関西の人はこれ捨てといてって言ったら、そう、これほかしといてっていう意味になるから関西で、うん、そうだから、でも関西の人はこれほかしといてっていう、なんかね、この多分5年前ぐらいの動画で、うん、ゴミの分別できない、うん、あの関西のおばちゃんがいろいろ教えてくれるんだけど、うん、あのゴミの分別全くできない、うん、でももしかしてその言葉さえ分からなかったかもしれない、ね、かもしれへん、そうかもしれへん、そうかもしれへん、かもしれへんだよね。結構難しいかな。方言ね、うん。これから、これから。これからね、頑張る。りょうちゃんとね。頑張っていこう。京都弁を教えていきます。一番気に入りはないかもしれないんだけど、うん、気に入りの日本語は何でしょう？日本語は、あ、私あるあるある。実るほど頭が垂れる稲穂かなっていう。難しいよね。難しい。長いよ。長いね。これは、何なんだろうな。お母さんが言ってたというか、あれなんやけど、実るほどっていうのは、あ、稲穂ってわかる？あの、ライス。あ、稲穂。稲穂。はいはいはい。稲穂。で、稲穂ってたくさん実がつけばつくほど頭が垂れていくのね。頭っていうトップが下に行く。それは人間と一緒で、自分が知識いっぱい持って、持ってば持つほど人にこう、ありがとうって言える人間になりなさいみたいなのが、結構ね、多分すごい有名、いいね、すごい有名な言葉で、なんていうの、日本の良さを表してるかなって、その日本人が常に礼儀正しかったりとか、うんうんうん、他人を思いやるっていうのがその言葉にこうギッとされてる、うん、いいよね。英語ないね、そんなの。なんかそのコンセプトはあるんだけど、うん、そういう英語はあるのかな。みんな書いて、コメント書いてください。教えてください。
The song, it's like a song, I think. でしょ? Like poetry. Mm. Exactly. It's like I think this is kind of poetry. But there's kind of, 英語使うんだけど, there's kind of like a, the more you, it's like the smarter you... So smarter you become more politer. Knowledge makes you humble, kind of. That's not the English, but なんとなく。そんな感じ。いいね。いいでしょ? そう。使える。そう、使えるのかな? いや、日常生活で言ったことないね。言ったらもうどんなほど。いや、ない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 。ちょっと渋いかもしれないね、でも。渋い方がいいよね。うん。あ、渋い。そう、渋い。ちなみに渋いってことはめっちゃ好き。私も。めっちゃ好き。渋い、いいよね。はぁ、like、なんか、おーってなるくない?なんて、英語で渋いってなんて言うの?Rustic, gritty, そうなのか charmy, old timey. そのまとまった表現あんまりないかもしれないね。ちょっと説明をしないといけなくなるってことか。ね。なんか雰囲気はわかるけどね。うん。でもそれがすごく好き。渋くありたい、自分も。あの、見てる人たちがすごい日本語マニアとか、うん、あ、そうなんだ。そう、日本語マスターしたい人が非常に良くて。で、最近、あの、インスタでもやってるんだけど、うん、あの、book era っていうハッシュタグで、うん、自分の好きな日本語の小説を、あの、一応、まあ、写真撮って、book era でハッシュタグつけて、私に紹介してください。なんか、book club みたいな感じでシェアしてるんだけど、あの、りょうちゃんの、これ読んだ方がいいよ。っていう本?っていう小説。小説?うん。は、なんでしょう?ちょっと待って、ここに多分あるよ。見せてあげるわ。ほう。京都から持ってきて、いっぱいその本大好きなの。でも、これはもう読んだけど。あ、武士道。そう。しかも、言えない、ニトビ稲造っていう人が、あの、私が大好きな著者でもあるんだけど、でもこれ、武士道。読んで、日本人めっちゃの心理解すると思う。第一印象の、Japanese reacts to Japanese history of Japan のりょうちゃんが伝わってくるこれで。そうなんで、多分ちょっとあのネジが1、2本外れてて、昭和の人になりたいっていう頭があるの。うん、なんかこう、向かなんか、そのもちろん今の2020年の日本の若者も綺麗、大好き、わかる。でも、1970年か80年、90年の昭和のバブリーな人ってわかる、うん、ちょっとこう、うん、なんかこう、仕事もめっちゃ楽しんで、うん、あの趣味も楽しんで、みんなこう、高度な経済、充実し、そうそうそう、だよね、バブリー、経済はあれだったから、そうそう、経済がこういった時の歴史とかが好きで、そこの、なんだろう、バイタリティになりたいっていうのがなぜかあって、だからその歴史を探るのがすごく好き、昔の。だからかもしれない、日本人の昔を知りたくて。で、別にこれ昭和時代とかじゃなくて、もうこれは武士道だから、もうめっちゃ前の江戸とか、そうでもここに書いてあるのは、そのなんだろうな、武士としてのメンタリティだったりとか、なんで日本人は礼儀正しくなっているのか的なエッセンスが武士道っていうとこから、そういうなんていうの、みんながちょっとバカにするザ・サムライとかじゃなくて、そうそうそう、本当の武士道っていう武士の、そう、Spirit. So we can get that spirit. And like, once you understand that things, you actually feel like, oh, now I understand Japanese more. And that is actually like super, like, I have kind of, I don't know, like, fascinating feeling. So, だからシェアします。むしろね、読んでください。良い情報。アフターコロナのトピックで、あの、次にちょっともっと自由になったら、動けるようになったら、行きたいところとか、一番最初にやりたいことあるある、何ですか？ポルトガルに行きたい。出たー。あ、そうだね。あれ、ポルトガル語はできる？いや、でもほんの少し、なんかもうおはようとか、それこそボンジーやボタオジーボノオイチ、また、トゥドゥウェインヨスウリオって感じの発音が可愛いと思って。可愛いよね。そう、でもだからポルトガルに行きたい。そこで何をしたいんですか？友達がまずいて、そこに友達の、その家族がいるんだけど、その家族となんかなんでか分かんない、すごく仲良くなって、なんか第二の娘みたいに扱ってくれてて、でその人たちがサーフィンしたりするから、そうサーフィンしに、素敵なんだよ、素敵。私は普通に帰国してチーズ食べたいと思ってるのに、この素敵な夢を持ってるのは、
いやでもそうポルトガルはねもう街も素敵だから行ったことある？ない。あー行ってほしい。そう日本とベトナム行ったことない。あーそう、これから行きたいと思ったけど、あそうそれだ、チーズじゃない、あの世界中世界中チーズじゃない、チーズじゃない、ちゃんと夢持ってる、あの世界中見たいこの目で。いやそうね、ほんとこのコロナが終わったらね多分みんな動けるようになると思うからお祈りをしましょう。 Meet you in Portugal. Yes, please. Yes, yes, yes. I really want to meet you in Portugal. 行ったこと国どこですか？一番初めに行ったのがポーランドで、カナダでしょ？留学で。で、アメリカ行って、で、からメキシコに探検しに行って、で、スペイン行って、で、ポルトガル、イタリア、オランダ、あビエナはなんとウィーン？あ、違う、オーストリア。オーストリアね。オーストリアでタイぐらい。いいね。そうでも暗いっていうのに。ね、大学生としてはいい気がしていただきました。羨ましい。頑張りました、お仕事の方を。ですよね。それはそうでしょう。お疲れ様でした。ありがとうございます。あの小説のおすすめが欲しいっていうのは一つでしたが、さらに、うん、あの One Nerdy Book。Nerdy？ Nerdy。めっちゃオタク。オタク。なんかこう。そう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 、変なってことっていうのがこれでしょ。え、これ変かな、ま、変じゃないけどすごいりょうちゃんのエッセンスが出るんじゃん、それで。そうね、ちょっと待って、はい、変な変な変な本ちょっと、ああ、あるわあるわ。これ舞妓さんの花町って知ってる、はい、舞妓&芸妓、これの経営学の本。どうやって舞妓さんと芸妓さんのお金もらってんのとか、どうやって彼女たちは生活を成り立たしてるかとかの。これすごい、やばいでしょ。やばいよね。やばかった。だってあれあれあの映画あったじゃん、あとなんちゃら Memories of a Geisha っていうのがなんとなくまあイメージはできたけど、こういうディープな、なぜ、まあ、経営っていうアングルがすごい。もうこれ全部あげるあげる、もう全部読んだし、読みやすいし、なんか写真も入ってて、そうそうそう、これいいよ。すごい、本当になんかなんで彼女たちとお客さんとの関係とかで、なんかフォントのサイズもよくいいでしょ。そう、これすごい読みやすい。で下に写真も入ってるから、あほ、えほら本当の人、これ芸妓さん、これ舞妓さん、どういう風に着物が違うかとか、なんかパシャッとこんな感じ、こんな感じ。そうそうそう、すごい。そう、これすごく良かったから、はい、ゲットしました。ゲットして、はい、もうどうぞ。いい、これはブックオフで買ったからも全然いいですか、いらないってことはやっぱりさすがにブックオフはいいよ。そう、日本に来たら絶対にブックオフ行った方がいいよ、ね、ブックオフ。結構ね、英語の方もところどころ置いてあったりするから、うんうん、日本語が読めないと思っててもそのブックオフっていうところに行くのは楽しいと思う。あの、クッキングブックとか、なんか例えば、フォーディレーションシップとか、いろいろあるじゃん、セクターが。で、それが全部日本語になってるから、ちょっと難しいけど、多分、日本語がわからない方向けだったとしたら、写真集のコーナーが結構充実してたりする。アートブックとかは、日本の昔の、昭和のアートの本とか、写真の本が100円とかで売ってるから、いいね。めっちゃ楽しいと思う。どんな本を買えばいいのかっていうのはちょっと、うん、まあ、小級レベルとかだと結構難しいと思うんだけど、うん、まあ、なんとなく雑誌とかだと写真も大きいし、うん、間違いないね。載ってる、うん、文章がそこまで難しくないし、難しくない、難しくない、ね、で なんとなく自分の趣味から入って少しだけ読むっていうのはいいかもしれないねって私が今思ったけど、それはもう勝手な意見で。テキストで日本語を勉強するのはなかなかしんどいよね。しんどい、忘れちゃう、ね、あの捨てる。そう、いや本当絶対しんどいから、うん、できるんやったら雑誌とか、それこそ子供用の絵本。ポルトガル語を勉強したのはあの子供向けのポルトガル語の絵本で勉強してる。今もあるよ。ある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 。これめっちゃいいよ。エスタールトリスティナオエーマオっていうのが悲しんでもいいんですよっていう本で。あ、なんかこれですよ。可愛いの。なんかね、これ別になんか子供の絵本とかイメージじゃなくて、なんていうの？なんか結構キッズブックってなんか英語で言ったら、うん、なんか5歳とかあんまり字が読めないとかそういうイメージするんだけど、うん、別に結構そうだね。結構字はある。字がありますよね。で文が簡単。パパは言いましたとか、ね、中古屋さんで買ったの5ユーロかなんかかな、すごい安かって5ユーロっていうのが5ドルだから600円ぐらい、ワンコインコインね、そうね、ワンコインで。そう、これかわいいの。あ、これキムシちゃんね。え、キムシちゃんいる。キムシちゃんいる。キムシちゃん発見しました。興奮しちゃった。あの日本の絵本、うん、うん、で、まあ、勉強するのもいいんじゃないかなっていう感じです。
ちなみに、うん、日本語の絵本のおすすめありますか？日本語の絵本ね、いや実は絵本も好きなんよ。多分日本のマーケット的に絵本はでかいね。そう、大きいよ。だから何がおすすめあるかな。あ、でもハラペカオムシは、そう、ハラペカオムシって、この子ね。そうそう、でもあれって日本の絵本じゃないよね、多分海外やな。It's America。 あ、そうなんや。分からない、分からない。え、違う、フィンランドとかじゃなかったっけ？違うか、多分いや、分からない。ヨーロッパが強いよね。そう、ああいう、そうそうそう。あ、お化けの天ぷらってやつ。お化けの天ぷら、ちょっと待って。アメリカだと、あの、グッドナイトムーンとか、レインボーフィッシュとか。あ、レインボーフィッシュは日本でも有名だよね。最近すごい流行ってて。そうそう。で、その、ハラペコのケムシじゃない、アムシのやつもね。で、なんか、フロッグ・アンド・チョウとか、分かんないな。ロール・ジャーの、あの、SEO Trot、James and the Giant Peach、うん、Matilda、それちょっと絵本じゃないけど、絵が入ってる本、ちょっと、より、そう、一層。それは何？みんな絶対読んでるよね。絶対読んでる。ああ、そうなんや。なんか3年生になるまでの、なんか、絵本とか本の、なんていうの、決まりがあって、まあ決まりがないんだけど、これを読んだ方がいいよって、絶対、あの、教育の、あれ、法規に入ってる。あ、そうなんや。そうそうそう。あの、小学校とかは読書の時間、朝読書の時間で、そう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 、朝読書、あ、それあるんや。そう、それの時に、まあそれの時にみんなが読んでたよねみたいなのはあったりとかするけど、でも本当人それぞれかな。そう、なんかいつも日本の小説何がいいかっていうコメントが来る時に、あの、あ、日本の朝の読書のリストアップ、今年の流行った朝の読書のリストはこれでしたとか見てるんだけど、最近見てないよね。多分今年はすごいかもしれない。そのステイホームがすごかったから、ステイホームの朝の読書、子供多分絵本も売り上げ上がってたと思う。で、調べて、調べます。ケムシちゃんがシェアしますので、コメントでリンクシェアします。じゃあ、お弁当の一番いい具材、好きな具、は、好きな具材、はい、は、梅干し。あ、出た。そう、あのな、ご飯あるやん。で、梅干し置くやん。梅干しちょっと取るやん。ほんなら、その残った、そう、もう美味しいの。もうなんかテンション上がる。なんかもうお弁当食べる時間来たと思って食べる。なんかかわいい。なんかかわいい。そう、それはそうね。ずっと。ちっちゃい頃から。え、ある？ケムシちゃんは。私は、卵。あ、卵焼き？あの、卵焼き。え、甘いのが好き？あ、うん、そう。あ、そうなんや。そう、甘いのと、多分しょっぱいのもこう家庭によってさ味が違うみたいな。ね、そう。で、それね、面白いのが、なんかそんな歴史とかの話じゃないんやけど、その私がのお兄ちゃんが結婚した時に、あのお嫁さんに、卵はそのなんだろう、そのお嫁さんが作る卵の味が一緒やったらちょっとこう嬉しいというか、あ、そういうなんか文化がある。なんかこう多分あると思う。甘い派なんや、みたいな。かわいい。しょっぱい派なんやっていう、そのフィーリングが多分日本人。卵焼きに対する。そう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 。ちょっと重い。そうそう、卵焼きを通してその相手を見るみたいな。卵焼きが示してるんだよ。そうそうそう。卵焼きがね、この、その人のなんか、好みを示すというか。しょっぱい派？しょっぱい派。ずっとしょっぱい派。ちくわの磯辺揚げ。知ってる？ちくわは知ってるけど。磯辺揚げ。あの、揚げる前、例えば、なんて言ったらいいのかな、英語でなんて言うんやろ、ディップする、そのディップのとこに海苔を入れる、で、揚げるの。そしたら磯辺揚げっていう名前なの。なるほど。これは天ぷらみたいな感じなの。今思ったけど、最近お母さんが作ってくれるんだけど、え、いいの、あの、キッシュ、キッシュ、キッシュって言うんだ、キッシュ、キッシュ、あの、お母さんのハム&チーズのキッシュがすっごい美味しい。なんか、なんかパイの、あれ、なんだよ、生地作らはんの、わかんないけど、とりあえずすごいサクサクパ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 クする、たまらないもん。で、なんか帰ってきたら、ロレッタキッシュ作ったよ、ちょっと多めに作ったけど食べる、めっちゃ優しい、めっちゃ食べるよって、めっちゃ優しいと思う、それ。いや、いいね。でもタムじゃない、は、え、卵とハムとチーズはもう美味しいの。そう、美味しいね。あ、服、うん、Be yourself できるブランドとか店は何ですか？Be yourself できるブランド、そう、なんかりょうちゃんの、あの、最近すごい YouTube とかで、Be yourself とか、そうね、本当に私のメッセージでもあるね。本当にりょうちゃんの
これが好きだからやるっていうのがすごい大好きめっちゃなんかもう頭ないやつみたい私はマインドありすぎてっていうのは何なんだろう、うん、考えちゃう考えちゃうから何も始まらないっていうのがすごい起きて、うん、逆にりょうちゃんの好きだからやるっていうのがすごいと思う ありがとう、ね、だからみんなそれを見てそうで服はブランドこだわりがなくて安くていいものなんか中古ブックオフでも買えるよ服うん、でも基本的にはなんか街ぷらぷら歩いてて中古屋さんとかヴィンテージのお店があった時に買ってるいいよねっていうのもサイズがないから日本の服は身長あのそうりょうちゃんすごい背が高いほんと181はマジ日本だともうなんかえ 181? そうだけど165キャスラップもあんまり言ってくれなくてめっちゃ明るいよ昨日も本読んでるやんこうやるやんそのここにパチッパチッって当たってなんか隣の人見てるなと思いながらもういいやと思って読んでるけどそうあるよそうね古着で、まあ、メンズもの買ったりあその海外からインポートされてる中古のものとかあいいねはよく着てる What is your English secret weapon?っていうのは、うん、私が作った言葉なんだけど、うん、なんか例えば、まあ、いろんな国の人が集まって、うんうん、なぜか、まあ、英語使ってるけど私も英語できるよとかちょっとアピールするときに、うん、バーッと使うめっちゃピカピカする英語とか私個人的にいろんな日本語を使いますみたいなあなんか本当に使えることを示すみたいななんか一言でえっなんか英語の武器とか英語の武器、うんえ、なんだろうアピールする時の You know what I mean? って言うんだYou know what I mean? めっちゃネイティブっぽい確かにそんなあれやけど、なんかそれを言うとそうネイティブに感じるから、ね、とか、あなんだろうな I mean とかそうそう Like とか I mean, I like そう何もかもに You know what I mean? そう言うとすごいそう、なんかネイティブってネイティブそうえ、何年あれ住んでから何年とかなるじゃんそうでも基本的には別の日常会使わんねやけどなんか多分自分の英語ちょっと見せたいっていう時はねそう、言ってると思う、ね、私はちょっと逆、うん、一応とかとりあえずあえ、でもそれってやっぱり感覚的には一緒その You know what I mean? とかうんうんあ、そうなんや前にとりあえず、うん、何時間じらとか、うん、なんかみんながバーッとか話し合って、うん、こうした方がいいよとかこうした方がいい、うん、あこの居酒屋良くないよとかになった、うんまあ、とりあえずここ行った方がいいよとかなるほどねって言うとこの人できてるとかあーなるほどね勝手にアピールする、うんうん、あ見せたい時うんうんうんいやでもそれは共通だねじゃあ、うん、言語を勉強する時に、うん、必ずこの好きな言葉あるとか、うん、この言葉を使ってアピールするとか、うん、絶対あると思うんだけど、うんそれがイングリッシュウェポンなのねそう、your English weapon って私が作った言葉なんだけど、うん、いやでも、なるほど your secret weapon そうすごい、うん、ばあちゃんっぽいかもしれないんだけど、うん、あらとかよく使う、私あ言ってた、使ってたでしょなんか上品やなと思ったの、その使い方がなんかなんかあらそう、あらとか、へーとか、そのリアクションが女性らしくないでもいいよいろんな言語の武器があります、うんポルトガル語は何かあると？ポルトガル語はわかんない。でもね、私が好きなのはケディードって言ったらなんかベイビーみたいな感じ？ケディードケディーダケディーダだったら女の子あの相手に？そうだからそのハニーみたいなお父さんお母さんがこの息子とかにおーケディードケディーダって言ってるのを見ると あれスペイン語のカリンダ？あそれそうめっちゃ似てるんよスペイン語と多分あだからそれはなんかもううーんってなるもういいってうーんってなる素敵と日本語ないやんお前お多いとかお前ってまああと名前かな例えばカズヤって名前だカズヤあでなんかちびっ子とかあちびちゃんとかちびちゃんとかでもあんま見たことなくないちび、ね、ちびってちびないよねそう確かにだから普通にそう大人の人が20歳とかの息子にケリードケリーダって見るとあー素敵やなってめっちゃ思う、うん、みんないろんなめっちゃ可愛いなんていうの愛着なる言葉がなんだろうサウンドがねなんか優しいのっていうことは、うん、まあ大体この感じかないい感じ、ね、私たちは普通に楽しんでるけど見てる人たちにするとなんだよこの二人っていうただの初めましてでロレッタちゃんに紹介をしていただいてるので私のチャンネルは基本的に日本の変な文化を掘り下げていってるのでよかったら遊びにぜひぜひチェックしてください Let's go Let's go over to her channel come here 今 right now Stop wasting time. Come.
じゃあ今日はご視聴ありがとうございました。See you at Ryo-chan's channel. Bye. Bye bye. If you guys like these kind of casual chats, let me know. コメントで書いてくださいね。こんなカジュアルチャットが よろしければ、ぜひコメントでやってって言ってください。お願いします。またね。バイバイ。バイ。ニャ